どうも、阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在この動画を撮影しているのが10月31日の日曜日なんですけれども、先ほどまで本日夜にアップさせていただく動画の作成に取り掛かっていたんですが、急遽こちらの情報が入ってきました。それというのもタイガースで16年間活躍し、2020年3月にマリーンズに移籍した鳥谷隆選手が現役引退を発表。これはしっかりタイガースファンとしてお伝えしなければいけない。そしてどんな選手だったのか、マリーンズではもちろんタイガースでどんな記録と記憶を与えてくれたのか、改めて振り返り やりたいなということで今回は鳥谷隆という選手について深掘りしてお話をしていきたいなと思いますまず率直な今の感想とすれば驚きと悲しみとそしてありがとうございましたお疲れ様でしたという思いですねタイガースファンとすればできればタイガースで野球人生を終えてほしいと誰もが願うスーパースターでしたが鳥谷選手はまだまだやれるという思いを持って退団することを決断そこからマリーンズに入団して今年交流戦で鳥谷選手に手痛いタイムリーも食らいました僕は鳥谷選手のファンではありましたがそれ以上にタイガースファンなんであの一打に素直に喜ぶことは正直できませんでした 試合が終わるとさすがだったなとそしてやっぱり素晴らしい選手だなというのを感じたのを覚えてますそしてできることなら能見投手がいるオリックスもそうなんですが鳥谷選手がいるマリンズと日本シリーズを戦えたらなと思っていたところだったんで本当に驚きですプロとしてのキャリアを振り返っていく前に鳥谷選手が出したコメントをご紹介しますタイガースで16年間ロッテで2年間いろんな人と出会いいろいろな人に支えていただきここまで現役生活をすることができました今は感謝の気持ちでいっぱいです今シーズンチームが調子のいい時も悪い時もあった中で力になることができずユニフォームを脱ぐことを決断しました チームがまだ日本一を目指している時期に個人的なことを発表させていただき、申し訳ありませんがご報告をさせていただきます。この18年間は苦しい時もありましたし、いい時もありました。その時間、全ては周りの人の支えがあってのものです。皆様の支えと応援のおかげで試合に出続けることができて、プロ野球選手、鳥谷隆の形を作れたのだと思います。感謝しかありません。18年間ありがとうございましたと。とタイガースが最後ではありませんでしたが、こちらこそありがとうございました。という思いです。では、鳥谷選手の入団時からの流れをざっくりではありますが、振り返りましょう。鳥谷選手は2003年のドラフト自由枠でタイガース。 その時からトレードマークだった1番を与えられて契約金、年俸ともに最高条件での契約だったと言われてますので当時から期待度は非常に高かった選手ですそして迎えたプロ1年目の2004年前年優勝したタイガースのショートには藤本選手がいたんですがそこからレギュラーを勝ち取って開幕スタメンで出場1年目は結局101試合に出場して打率が2割5分1厘ホームラン3本17打点ということでもちろん1年目の選手が100試合以上出るというだけでもすごいんですが開幕スタメンを勝ち取ったとはいえ順風満帆な1年目とは言い難い成績でした 選手がセカンンドにコンバート当時の岡田監督は早急にちょっと不安があったのでセカンドに回したかったというふうに YouTube でお話をされていましたがそこから鳥谷選手は不動のショートの位置を確立します2年目の2005年には全試合に出場まず鳥谷選手の凄さというのはやっぱりこの体の強さですよね1軍公式戦は1939試合連続出場、まあ、結局これは2017年まで13年連続での全試合出場でしたそしてフルイニングで言うとショートとして歴代最高の667試合ジャイアンツの坂本選手でさえ怪我や体のことを考慮してすでにフルイングで ニングで出続けるっていうことはないですし、今後この記録を破れる選手は出てくるんでしょうか？できれば同じタイガースの中の選手に破ってほしいところではありますが、改めてとんでもない記録です。連続フルイニング出場の記録を持っている金本さんも以前外野と内野では価値が全然違うという風うに話をされていましたが、僕も高校3年生の時ショートだったんですが、とにかくやることが多すぎるポジションなんですね。自分のところへの打球処理はもちろん、投類カバー、ゲッツ、カットプレー、そしてやっぱり内野の中心ポジションですから、内野と外野の連携を図らないといけません。ピッチャーへの声かけとかもそうなんですが、今のプロ野球見ても。キャプテン と呼ばれるような中心選手がショートを守ってるっていうのはそういうことかなとそんな重労働と言われるショートで667試合連続で休まず体が痛くても試合に出続けた改めてとんでもない体力を持ってる選手ですそして話を戻しますけれども2010年ここが一つ大きなポイントですね優勝を逃しましたが超重量打線の一角を担ってシーズン104打点これもショートとしての歴代最高の打点数になりましたこの年の得点検打率は3割6分ありましたしとにかく勝負強いイメージがありましたちょっと余談なんですが鳥谷選手が打席に入ってる時子供ながらになんでキャッチャー インコースに構えるんだろうなと。まあ、絶対そのコース打つのにと思って見てると、本当に打っちゃうんですよね。まあ、外角も綺麗にバットが出て逆方向に返しますし、インコースもうまく回って打ち返す。まさに穴がない選手。まあ、確かにホームランを毎年三十本以上打つ選手じゃない。何年間も連続して三割以上打つ選手じゃない。鳥谷選手自身も大きな特徴がないのが大きな特徴ですという風うに話をしていましたが、僕自身打撃面で鳥谷選手が他の選手よりも優れていた。ここが大きな特徴なんじゃないかなというのは、やっぱり選球眼、そして出塁率ですね。最高出塁率のタイトルを取ったのは三割。 2割りキューブ五輪の数字を残した。2011年だけですが、異常なのはフォアボールの数ここまで通算1055個のフォアボールを選んでいますが、1000個以上の数を記録したのは史上15人目の大快挙。それによってたとえ打率が2割。7分時には2割6分台とか。でも出塁率が打率よりも1割以上、高いのはもはや当たり前という感じで、打率が3割に乗ったら4割を超えてくるっていうシーズンがずっと続きました。この選球、眼ボール弾を振らない技術というのはシンプルなんですが、これが結局一番バッターとして難しいところなんですよね。これを淡々と積み重ねてきたからこその打撃面で素晴らしい数字。 と思います鳥谷選手の通算成績ですけれども2243試合に出場して打率が2割7分8人積み重ねたヒットは2099本ホームラン138本打点が830131盗塁104得点1055四球の出塁率が3割6分8人、まあ、通算で3割6分超えてるっていうのは本当にすごいですよね、まあ、タイトルは意外にもこの最高出塁率の1回だけでしたが目に見えづらい魅力が鳥谷選手にはありましたそして鳥谷選手の大きな魅力体の強さ打撃での安定感これももちろんそうなんですがやっぱり守備ですよねこれを語らずして鳥谷選手の の魅力は伝えきれません。2011年に初めてゴールデングラブ賞を獲得して以降ショートで4回、そしてサードで1回計5回受賞してるんですが、このゴールデングラブの数では語りきれない安定感があります。レギュラーを奪った2005年から実は4年連続で失策は2桁以上だったんですね。2006年なんて21失策。これはセリーグワーストの数字で決して、初めから守備が上手い選手ではありませんでした。しかし、2010年から守備力が大きく向上土のグラウンドでイレギュラーも多くありましたが、ファインプレーに見せない守備。これが一番の特徴だったかなと。もちろんギリギリのプレーは飛びついたアウトにしたりします。 が難しい打球を難なく処理してしまう。軽やかさショートの深いところからでも届いてしまう。肩の強さイレギュラーでも処理してしまう。グラブさばき、そして取る時の形ですね。今、プロ野球では源田選手や今宮選手、まさかもと選手とか上手いなあと思う。選手はたくさんいるんですが、僕は今でも鳥谷選手の守備は一番堅実で派手さはないですが、今でも追い求めたい理想の形かなぁと思ってます。しかし、徐々にショートとしての出場機会は減っていて、サードでゴールデングラブ賞を取ったものの、その次の年にセカンドにコンバート。まあ、この辺りからバッティングの成績も加工していて迎えた。2019年まさかの。 シーズン途中での事実上の戦力外通告が発表されました、まあ、この年は福留選手や能見投手など若手選手に舵取りをする方針だったタイガースでしたがさすがに情報が漏れすぎだろうというふうにかなりネット上では言われてましたよねそしてシーズン最終戦途中出場でショートの守りについてそれが最後の甲子園になりましたそして2020年3月にマリーンズに入団背番号も0 0で新しいスタートを切りましたがプロ入り最小の42試合そして今年は32試合ということで、まあ、鳥谷選手のコメントにもありましたがチームの力になれないということで引退を決断タイガースファンにとってはやっぱり 一度敵になっても絶対に忘れられない選手また一人タイガースを支えてくれた大功労者がユニフォームを脱ぐという風な形になりました僕はもし可能ならですよタイガースとは決していい別れ方をできたかというとまあ、外から見ても正直そう思えないところはありますができれば帰ってきてほしい人材です鳥谷選手と会える試合はタイガースの選手が真っ先に挨拶に行ったりしてますしなんなら鳥谷選手本人がコーチ陣に歩み寄る場面もありますなので今でもタイガースの選手に慕われてるのは間違いないですしまた若い二遊間の選手についても動画をアップさせていただく予定なんですがこれ以上の手本がいるのかというぐらい 最高ののの人人材リーダーダシップももあってて望も厚く4年連続はその失策数の改善に向けて力を貸してくれそうな存在ですしかしマリーンズは今岡さんもそうなんですが結構元タイガースの選手がそのままコーチ入りするっていうこともあるんで正直マリーンズがすぐにコーチとして手を挙げる可能性もありますもし我々には分からない確執があるとタイガースとは難しい話になるんですが縦島のユニフォームに身をまとった鳥谷隆を見ることができればそれだけでもお金を取れるぐらいの人気があります僕もできればその姿をもう一度見てみたいなと思いますが今後そういった話は出てくるのかっていうのも注目です正直この動画 1>, 1本で鳥谷選手のすべての記録、思い出を語るのは正直難しいです、それぐらい僕にとっても特別な選手、僕は高校時代キャプテンをしていたんですが、どんなキャプテン像がいいかっていうのを悩んでいました、そこで参考にさせてもらったのが鳥谷選手なんですね、まあ、声で引っ張るのもそうなんですが、それ以上についていきたいと思ってもらえる背中で語れる男になりたいというふうに強く思いました、まあ、それが高校時代、正解だったかは分かりませんが、あの時の1年間、悩んでキャプテンをできた、そして鳥谷選手を参考にできたっていうのは、今の僕の人生に間違いなく生きてます、本当に感謝ですし、本当にかっこいい選手でした。 この鳥谷選手のの引退がが発表されて選選手手自身のツイッターを更新しましたまた、あ、鳥谷選手に向けてだと思うんですが、ありがとう永遠のヒーローと、まあ、そして鳥谷選手と一緒にタイガース時代、2人で縦縞のユニフォームを着て戦っている写真も投稿して、ハッシュタグリスペクト、ハッシュタグ同級生と、確かに思い返してみると、糸井選手と鳥谷選手って同い年なんですよね、まあ、糸井選手は途中からタイガースにやってきた、そして鳥谷選手は最初からいたっていう流れでしたが、まあ、この2人が一緒にプレーしていたっていうことも、ね、非常に感慨深いところですし、そしてこの糸井選手は来シーズンも現役を続けるということを発表してます。 あの2019年に関しては、先ほどもお話しました、鳥谷選手、福留選手、の見通しと、まあ、ベテランがどんどん球団を去っていく形になったんですが、糸井選手は残りました。もちろん、糸井選手もまだまだスタメンでやりたいという気持ちは持ってると思うんですけれども、若い選手もどんどん出てきてます。ただ、今年は代打が中心ではありましたけれども、いいところで結果を出してくれました。ですので、糸井選手には鳥谷選手の思いを背負って、まだまだね、現役でプレーしてほしいですし、僕自身一番大好きな選手なんで、来シーズンも糸井選手の勝負強いバッティングっていうところも注目して見ていきたいなと思ってます。 WBC での一生語り継がれるであろう通り、そしてあの応援歌すべてを一生忘れません。16年間のタイガースでの生活、そして全体18年間のプロ野球人生、本当にお疲れ様でした。そしてありがとうございました。よかったらぜひとも皆さんのコメントというのもいただけると嬉しいです。ということで以上、今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が面白かった、ためになったと思っていただけた方は、よかったらチャンネル登録、グッドボタンを押していただけると嬉しいです。皆さんのおかげで、この阪神情報局、チャンネル登録者1万9900人突破、いつもありがとうございます。皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます。 次は目指せチャンネル登録者2万人ということで今後とも阪神情報局何卒よろしくお願いいたしますではまた次の動画でお会いいたしましょう毎日ドラフォーありがとうございましたタイガースを支えてくれた大功労者がまた一人引退していきます鳥谷選手本当にありがとうございましたそしてお疲れ様でしたではまた